おいペンギンパンダ、この部屋のゴミを捨てておけ。ったく、自分で捨て。うわー、深夜2時の参考だってちょい足してる脚光だって、興奮さクレイジーとテイコペンギン。火山にゴミを捨てて処理するとどうなるのか。おい上司、なんだあのゴミの量。某企画が30年もの間熟成させた年代物の大ゴミだ。ワインみたいに言うの。なんであんなに溜め込んだんですか。ゴミを捨てるには金がかかるだろう。だがゴミの匂いがひどくて近隣住民からおびただしい量の苦情が届いてな。ゴミ屋敷の住人じゃん。いやー、近所付き合いって大事じゃん。そういうのは大事にするんだ。こんなたくさんのゴミを受け入れてくれる廃棄場なんてあるんですか。廃棄場は利用するな、金がかかる。じゃあどうすれば。いいことを思いついたぞ。火山に捨ててこい。そうすれば金がかからん。火山なんてこの辺りにあるのかよ。ガン、お前らで探せ。じゃあ技術開発部に頼んでその辺の山噴火させてもらおうよ。人道に反した依頼。ゴミの排出量、なんで俺たちが。まあまあペンギン、ゴミを火山にパイパイっとするだけだよ。それに捨てたらボーナス出すって言ってたし。ボーナスは欲しいけど。でもなんでゴミ処理業者は火山に捨てないんだろう。天然の焼却炉を使わないなんて頭悪いな。日本は年間で4167万トンのゴミが排出されるんだぞ。東京ドーム112杯分だ。え、多くない。そんな量のゴミを火山に捨てられないだろう。それもそうだね。生活が豊かになるにつれてゴミも増えていく。皮肉な話だな。じゃあ今日からゴミを出さないようにしよう。もう一生トイレットペーパーは使わない。人生ハードモードすぎる。日本の活火山。火口遠すぎない？当たり前だ、火口は山頂にあるからな。もっと下の方でマグマがあるとこないの？上司が将来行くところ。それ地獄じゃん。やっと着いた。片道5時間だな。ペンギン見て、ここ温泉みたい。もっとグツグツしたマグマがあると思ってた。日本が火山大国とはいえ、そんな漫画みたいな火山は滅多にないんだ。せっかくだからちょっと温泉入ってく。火山ガスが充満してるからたどり着けないぞ。じゃあガスマスつけていこう。ここまで来たんだからせめて何か堪能しないと。快楽に貪欲な執念、マグマだまり。ここならどうだ。いや、これ危険でしょ。だから言っただろ。なんか昔の遊びを思い出すよ。何それ。横断歩道とかの白線でここから出たらマグマってやつ。いや、よくやるけど。さっさと終わらせて帰ろう。あった、何これ。ゴミに含まれていた水分が溶岩に触れて水蒸気爆発を起こしたんだ。じゃあ捨てるたびに毎回爆発が起こる。こんの劇場版じゃん。どうしたのペンギン。なんか臭くない。プラスチックが燃えて有毒ガスが出てきたんだ。気持ち悪い。まずい、逃げるぞ。なんか逆に気持ちよくなってきた。危ない快楽にはまるな。やばー、どうなってんだ。早く逃げるんだ。今度は何。まさか今の衝撃で火口が開いたか。それってどうなるの。火山内部の圧力が少なくなってマグマが吹き出るってことは大噴火だ。お前ら、ゴミは捨ててきたか。なんだその格好。煙突でも掃除してきたか。それ以上の体験をしてきました。で、ゴミはどうした。ペンギンの指示で部屋に戻しておきました。何？行政のものだ。期日までにゴミの廃棄処分を確認できなかったので、これより強制的に撤去させてもらう。どういうこと。上司が気にしてたのは近隣住民からの苦情じゃない、行政代執行だったんだ。行政の介入で劣悪な勤務環境が露見するからな。そういうことだったんだ。おい、ここにある違法な雇用契約書は何だ。なんだこの法外な保険料の搾取は。でい、お前ら、これが目的か。ゴミはこうやって正しく処分しような。ダサくて逮捕、オンチも逮捕、そして UFO でブドウ畑に着陸して逮捕。理不尽な法律のせいで世界を股にかけて右往左往するパンダとペンギンに乞うご期待。次回、世界の意味不明の法律10選。飛べねえパンダはただのパンダだ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン、チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ、頼むよ。断る。ちょっとだけ無理。お願い、帰れ。はい、もう渡しました。腹部のパンダか。